げえ速さで走ってた。おお超元気。おお引く。いやあの滝のいいとこにいたね。よいしょよいしょ。ああいいタイム。あーついにドルフラノンソル。あいた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 。痛い痛い痛い。釣ってちぎれましたが、さすがノンソル浮いてるね。ちぎれたんですが、ノンソルのこれ、まあ、ボート釣りの時だけどメリットを浮く、まさかの。えい、よっしゃー、プルフラも回収できた。はい、帰ってきました。はい、ここの滝にいたね。はい、超元気なバス、糸がね超横っ走りしてくれました。こんな感じで、いやね、まあ感度云々っていうより糸が今のはすごい走ってて、まあこんな感じのタックルで、はーい、夏のノンソルト向きバスくん。サイズはこれまたね40ないぐらい、40アップはないです。はい、じゃあまずこいつは入れてもらいます。はい、フラブキありがとう。でタックルなんですけども、ジーニアスプロジェクトのグラビアスのこれギア比7のモデルに、ロデオクラフトのホワイトウルフ17ポンドですが、今回のポイントがこれね、ブルフラットのノンソルトで今修理しながらずっと使って、もう 4,5 匹釣ってるんですけども、いよいよ頭がちぎれて魚が釣れた時吹っ飛んだね。あそこで吹っ飛んだんですけども、あ、魚釣った後によくよく見るとね、ノンソルトだから浮くんだねこれね。あ、大切なブルフラットを回収することができました。まあね、ノンソルトとソルトインの使い分けのこれ一つかもしれないですね。浮かせて回収したかったらノンソルトを使うといいかもしれない。はい、まだね、まだ修理すればいけそうなんで、1本でどこまでいけるか。これで1,2,3,4 匹ぐらいはね40ぐらいの釣ってるんですけどね、まだいけそうですよ。じゃあ、引き続き、ね、やっぱこんな感じだけど結構破れてきたけど、頑張ってみます。はい、じゃあプルフラット修理ですけど、まあこんな感じでくっつけたいところを突っ刺して、俺はターボライターで焼いてくっつける、くっつけて、で水の中でしっかり冷ましてやる。ね、くっついたと。で頭の部分もこうしっかり、ね、焼いてくっつけたいところを露出して、ちゃんと溶けるぐらい焼いて、ぐじゅーっとくっつけて、くっつけて、やっす、はい、くっつきました。多少ね、なんだろう、形が歪んでいて、もうあのイレギュラーな、独特なイレギュラーな動きでバスを食わしているんで、まあ、もちろんラインがくるくるなんないようにある程度まっすぐ刺すっていうのは大切ですが、ね、うん、もう結構ちゃんとこんな感じ修理完了。これで、またさらに次のバスを狙っていく。いや、今日はブルフラットデーですね。はい、トズラッパラダムでの夏の兆候ということで、今回のテーマはね、このブルフラットのノンソルトとか、新しく手に入れたこのロデオクラフトのホワイトウルフ17ポンド、これをねもうちょっと自分の体の一部にしたいなと思ってね、得意な、比較的ねこういった好きなリールに好きなリグをつけていろいろ投げ込んでみたんですけども、で今回の動画ね、ブルフラットをちょっとね遠目にバーンって投げたら糸が走ってたよって、それとですね、これを修理したっていうところをまとめてみたんですけども、これね
外してみて、はい、実際にねこれが今回使っていたブルフラットノンソルトマテリアルなんですけども、最近ねこのノンソルトでよく釣れたよなんていう動画いくつか上げてますけども、全部ねこれね同じノンソルトマテリアルなんですね。動画の中でもやってますけど、ここおー、あ、結構ちゃんと治ってるな。こういう感じでこことかもこう結構裂けてきてるんですけども、まあ今回ねターボライターであんな感じで、直しておりますが、結構ね通常のブルフラット塩入りのものよりなんか餌持ちがいいなって感じていて、独特のこのね触ったらブルフラットとか昔からのソルトインのもの使ってる人だったら触ったらあなんか違うな、もちもちしてるなってすぐ分かると思うんですけども、なんかね修理なんかもしやすいんですよね。この頭の部分ももうこれ 4,5 匹釣ってるんですけど、何回もね避けてでまたライターでジューって炙ってで接着し直してるんですが、この修理なんかとの相性も良くてですね、非常にスパーンと綺麗に、まあポイントはがっつりとね両面露出させてちゃんと両面を炙ってあげてギューッとしてから、まあ、水につけてねちゃんと冷ますっていうこういった一連の動きになるわけなんですが、この横のところなんかもねほぼねちぎれかけぐらいまでね開いていたんだけど、あんな感じの適当直しでこうやってねちゃんとねくっついてくれるのでね、でまあ針の刺すところもあんまりボロボロだとねここら辺も針先の隠しとかに影響するかもしれないので、まあこういうところはね家に帰ったら例えばハンダゴテとかねなんだろうホームセンターとか行ったら買えるんで、ああいうのでジュ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 ってやってギュッてねこうくっつけるとこういった細かいところもね綺麗に直すことができますので、でまあ直った後はですねこれまあライトテキサスでも全然以前釣れてるんでそういった使い方でも使うんですけども、ジグストのトレーラーとかねそういったのにまたねすごい活躍してくれるので、まあちょっとちぎれてもねちゃんと袋に入れて家に持って帰っておくと、その他のもっと欠損したブルフラットを直す時とかにこうちょっとちぎってハサミとかで切ってこういったところに持ってねでジュ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 って焼いたりしたらよりね、従来のオリジナルモデルよりね強力なスナックレス性能を備えたブルフラットに作り変えたりすることができるので、まあこんな感じのね直し方、まあ動画でやってましたけどもおすすめでございますというところと、まあ何にしてもね本当投げたら糸が走ってくれるってね、これまあ何回も言ってるんですけども本当ねこの性能がもうちょっとねまあ違うワームとかだとあそこまでこう運んでくれなかったりするんですよね。あれあー今当たりコンってあったのにあーすぐ離しちゃったってあるんですけども、ブルフラットの場合はこのノンソルトマテリアルであってもソルトインのものであっても本当ねこの独特な重さなのかな、味なのかな、素材の質感なのかな、とにかく魚がね加えたらなかなか離さないね、合わせを入れる時間をよくくれるっていうことで、で最近お気に入りで使っているのがこのねセオライズって針ね、これがねフッ素加工でまあちょっとしたバイトとかもスコーンとねうまい感じでフックアップさせることができる、ここのね長さがちょっと短めなんで、まあ、初期がかりがいいでかかった後はもうねゴリ巻きね、まあ、ドラグ全く使わないってわけではないんですけどもテンション抜かないようにですねゴリ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 巻いてねでもう一気に抜き上げちゃうそんな感じでやってるんですが、まあ、こんな感じのセオライズねこれ5番だったと思いますけどもこういう感じでね、でカバーに打ち込む時はこう一回も針先を出さないように綺麗に薄刺しで刺すんですけども、今回みたいな、比較的スイミングの割合も多いよって時は一回ちゃんとこう針を出してからキュッとしまって針先をちょっと隠してこんな感じのバランスね、これに、こう重り線香で沈めるためにちょっと軽めのシンカーをつけてっていうこと
ということで、まあ、とにかくねまだまだ夏のシーズン、まあだいぶね今週ぐらいから秋めいてくるなんてテレビなんかでやってましたけどね、ほんと11月ぐらいまでこの上流でとりあえずなんとなくブルフラットを投げ続けるっていうパターンはですね、効いてくるかと思いますね。ちょうどあのブルフラットねソルトが入ってるものね、あれが店頭なんかに、よく並んでるの今つい最近はですね見かけるんで、ノンソルトに限らずですね、従来のモデルなんかね、この色をねちょっとね補充しときたかったなって今買うチャンスかと思いますので、それでねお気に入りのタックルで、釣りをしてみたらいかがでしょうかというわけでですね、今回ね、ブルフラットのノンソルトマテリアル、これでねいい感じの気持ちいいバスが釣れたこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。